まさか共闘する羽目になるとは。貴様とは敵セルゲームの借りを返すのはすべ。でもよ、ほらデブ。腕を上げたのが。おめえも地獄で相当修行して。地獄か。どんなとこかよく知らねえけど、修行するにゃもってこいなんだろうな。貴様は地獄。うわ、そうなんだったらよ、地獄って。地獄はそれもいろいろと。何なんだ勝手に。なんだよちょっと。無駄口を叩く暇があるなら。フリーザー、そういえばおめえ、あの金ピカなやつには何年か。そういうあなたこそ、あのややっこしい名前のサイヤ人にならなくていいんですか。おらもなりてんだけんだよ、今力がうまく出せねえかな。リンクチューンになれれば。今のおらにゃ、せっかくビルス様んとこで修行したんに。そういえばこの前地球に行った時、あなた破壊神と目にビルス様に地球を破壊されそうになったことがあって、その時に戦ったんだ。破壊神に喧嘩を売るとは。もう本気出してもらえなかった。でその時から時々修行。それにしてもビルスに喧嘩を売るとは。ウィスさんの修行でもっと強くなったら、またビルス様と戦う。次こそは本気出してもらえ。はあ、わ、これ以上あなたと話しても疲れるだけです。そこまで。ああ、そうだな。Time to begin the match!やるか。
すぐに終わらせてやる。ラッチャー！はぁ！この程度だ。許さん！無駄だ！ズーチェイク！ガッツ！ヘイオー！ヘイ！とりあえず例の機械は無事のようで。それにしてもこのブルマというやつは死にたがりだろうと構いませんよ。や何か考えが。当然です。ただ機械が操作で、おそらくブルマという人物は機械技術。なるほど。でフリーダ軍を再興するためにも、さてスカウトの前にこのゴミどもを指示はどって、ちょっとソン君、説明しなさいよ。オラも難しいこと。今はフリーザが悪いやつじゃね。よく見てみなさいよ。あのあれが改心しているやつの顔のわけないじゃない。意味わかんないこと。あのブルマさん、ごたくはいい。さっさとね。私たちは何度も同じ説明。そうせかすなって。事情は分かったわ。ま、そういうわけだからさ。こい、そんで21号。ソン君、でも女、早くしろ。ひんだ、そういう脅し。なに、私が死んじゃったら誰が波動を中和するのよ。その機械でできた精神といつまで。それでもいいの？ブルマさん、すげえたくましそっか。むか装置を使う代わりに私たちに協力するか、一生そのままでいる。さあ
どうするのよ。仕方ありませんね。フリーザ様、今は本来の力を取り戻し、そのためにも全ての邪魔者。そうでしょう。わかりました。いい？約束だからね。それじゃ早速起動。えい。特に変化は。いや、どう消えた。おそらくその気配は。だが私の中にいるあなただけ、いまだに最後の最後まで、あの不快な精神を。いや、では感。あら、片手を挙げてどうしたの。バカな。先ほどの説明と随分話が違うよ。え、あの機械使うと、ほら、なんか間違ったこと言ったか。あれほど説明したのに肝心なことを理解できてなく。なるほど。つまり我々。嘘は言ってないわよ。まあ、まともに戦えるほどの。どういうことか。この装置では波動を抑えるのだから、自由に動くことはできても。そういや、そんなこと言ってたっけ。てめえら、ふざけた真似を。ああ、それと定期的に中和装置を使わないとまた元に戻る。言葉一つ満足に言えない。つまり今後我々にこの私を脅そうとは。ふふん、何とでも言え。私たちに協力。ふっ、そう簡単に。ちょっと何よそれ。私の装置がなかったらど。残念ながら私はあなたがいなくてもいた。え、あなた方には私を騙した罰を受けて。そんなこと言わずに。あなた、一度ならず二度までもいい加減にしないと。あ、これってひょ。またフリーザの中にいるやつが悪さ止め。本当にいいでしょう。すべてが片付く頃までに。まったく、こうなってしまっては仕方があり。私にリンクしているあなた21号を必ず倒すのですよ。たとえ孫悟空たちの力を使って。